じゃあ、こんにちは。お願いします。村中投手。はい、よろしくお願いします。ね、昨年素晴らしいシーズンだった。まあ、どうしても比べるのが2018年シーズンと比べるので、そこから比べれば、まあ、少しは良かったのかもしれないんですけど、でも、失速してしまったっていう印象もありますし、13勝で止まってしまったっていう、そういった捉え方をしてますけど。はい、頭いいな、お前は。なんか俺の質問に引っかかってこなかったの。本当ですか？いや、よかったです。いや、まあ、よかったですって、はい、言う、感覚をこう言うのかなと思ったら、2018年を思い出して、はい、それから比べたらよかったけど、はい、ふざけんじゃねえと、はい、いう感じだよね。でもタイトル争いを2部門してたよね、2つの声。まあ、最多勝もあり、奪、はい、三振もあり。で、競った結果、取れなかったじゃない。はい、その理由は何だったの？その理由としては、やっぱりその、9月に勝てなかったことがチームの順位にも影響しましたし、そのタイトル争いという意味でもちょっと後退してしまったのかなっていう、また中6とか中8、9とか、まあ、大事にこう起用していただいたんですけど、その中で勝ちきれなかったっていうのが僕としては悔しかったですね。その勝ちきれなかった理由って何なの？やっぱりプレッシャーの中で自分のパフォーマンスが出せなかった、それはまあ、間違いなく僕の技術不足だし、チェンジアップが浮いてしまったりとか、ボールにしなければいけないストレートが中に入ってしまったりとか、まあ、気持ちではなくて、僕の中ではその緊迫した場面での技術力が足りなかったなとは思います。それが技術なのか、体力なのか、どっち？やっぱり技術なの？僕は技術だと思います。はい、体力はまだあった？体力は残ってた。それも含めての僕は技術だなと。その体力が減ってきた中での、じゃあ自分の体をうまくどう使ってベストボール投げていくかっていうのは、そこだと思うので、それも含めてかなと思います。なるほど、はい、じゃあ今年のなんか目標っていうのは、キャンプのこうやらなきゃいけないことっていうのは明確に出てること？そうですね、ある程度こうやっぱ余力を残しながらっていうか、まあ声としては例えば手を抜いてるみたいなことも捉えられてしまうかもしれないんですけど、ある程度その試合の中でもなんか余力を残しながらバッターを抑えたりとか、自分の 100% ではなくて 80% が他の人の 100% ぐらいの、そこの辺のレベルまで上げていかないといけないなと感じているので、まあ、今の僕の 100% は本当にすごいピッチャーでいうと、ね、例えば 50% とか、60% とか、でも千賀さんの 60% ぐらいが僕の 100% かもしれないし、なんでその自分の中の 80% のレベルをどんどん上げていきたいなと思ってます。うん、すごいレベルの高い話だよね。でも100、その試合で100は出せるようにはしとくんですよ。そうですね。もちろんその 100% はやっぱりピンチとか、ね、そういったところで出せればいいと思うので、まあ、オールスターの時に菅野さんに話を聞いた時に、やっぱ試合の中で 100% を出せた時ってのは限られてるし、80% で、言ってるからこそやっぱ 120% で出せるっていう話を、ベンチでしていただいて、それはやっぱ先発完投していく中で一番自分に足りないところなんじゃないかなと思ってましたね。昨年まではだいたい90から100で行ってた。やっぱりもう、全力でやっぱり初回から行って、まあ、行けるところまでもちろん行くっていうのが僕の投球スタイルではあるんですけど、それで抑えられなかった時に新たな引き出しとして、そういう 80% でまず抑えられれば、なんか自分の中で心にも余裕ができるし、長いイニングも重ねられるんじゃないかなとはその時に思いました。最近さ、100球6回っていうのが大体なんか9回の定番になってるから、どこのチームも、はい、それ今永の考えの中では、やっぱ先発完投っていうの、やっぱ一試合投げ切りたいっていうのは強い思いはあるの？そうですね。例えば120球超えても、例えば感覚がいい時もありますし、初回から全力でいってれば、でも80球超えてきついなっていう時もあるので、まあ、その時のこう調子の乗り具合とか、ボールの、ね、走りとかにもよるんですけど、やっぱ100球前後で常に、ね、8回、とか投げれてれば、120球前後では完投できると思うので、それぐらいは常に投げたいですね。昔のピッチャーとさ、比べるわけじゃないし、比べたらもう全然レベルが違うと思うんだけど、昔はやっぱ先発完投型っての多かったじゃ
今分業制って言われる時代になってるよね。それについてやっぱ6回を 100% 出したいのか、それとももっと投げたいのか、どっち？僕はもっと投げたいなっていう。やっぱ投げたがりのピッチャーなんだ。そうですね。で最後なんか先発完投のピッチャーでね、最後のバッターを打ち取ってみんなと握手するのがもう快感でしょうがないというピッチャーがたくさん昔はいたの。それは分業制にもなってないこともあり、それはやっぱ握手はしたいよね。そうですね、やっぱり完封完投して勝った次の日って自然と、まあ、疲れがを感じなかったりとか、次の日によくジョギングがあるんですけど、そのジョギングもなんか足がちょっと軽やかになったりとか、前向きな調整ができるので、やっぱりこういう経験っていうのが大事だなとは、でまたこうねキャッチャーと抱き合うというか、そういうのも一つやっぱ感慨深いものがやっぱありました。あるよね。でも横浜スタジアムでさ投げたら神経使うでしょ、はい、そうですね、フライが上がるとちょっとヒヤッとすることもありますし、まあピッチャーにとって意外とアゲインストの風がないのでフォローの風がちょっと多いので、でもあまり気にしないようには、まあ、ホームランはホームランだっていうあまり気にしないようにはしてます。でもやっぱりスタジアムで投げるときは低めっていうのは、はい、鉄板で気をつけることは緩いボールは低めだなとは思ってますね。まっすぐはあんまりこう低めを意識せずに高めでも、いいとは自分の中で思っていて、チェンジアップとか緩い系のボールはきっちりと低めに制球したいなとは思ってます。でも横浜スタジアムでさ、俺もずっとやってたけど、横浜スタジアムでやるときはバッターは育つけどピッチャーは絶対育たないって言われて来てたのよ。いやそれはもうやっぱりこう甘い球もが命取りになるっていう、だから相当神経も使うだろうし、でもよく勝ってるよね。いや、まあ、結局今年僕が横浜スタジアムで打たれたホームランも、まあ、しっかり打たれてるんで、うん、他の球場だったら入ってないなっていうホームランではないので、うん、バッターにも話聞くと、でも結局しっかり打たないとホームランは入らないっていう話も聞くので、うん、なんで、まあ、結局はどこの球場も、旗から見ればそういう風に感じるかもしれないですけど、どこの球場も一緒だなとは、僕はそういう風な捉え方をしてますけど。まあ、例えば投げる球場としたら、どこが一番投げやすい？あ、でもマウンドも含めて。やっぱ名古屋とも投げやすいですけど。これ広いとこじゃないやっぱり、それは広いっていう安心感。いや、まあ、広いっていう安心感、ちょっと矛盾してしまうんですけど、広いっていうものが頭の中にあるんで、やっぱりインコースまっすぐにどんどん行ける、うん、インコースまっすぐに行くことによって外が広がる、うん、でそこまで広がるからチェンジアップが使いやすいっていうのがあるので、うん、どんどんまっすぐ行けるっていう意味ではちょっとね、もしかしたら名古屋ドームもすごく広いけど、でもそういう意味では逆に考えれば横浜スタジアムが自分を育ててくれる、はい、技術を高めてくれるっていう、まあ一つの球場にもなるよね。そうですね、名古屋でずっと投げてたらすごい雑なピッチャーになってるかもわかんないよね。その考え方はしたことなかったので今すごく勉強になりました、はい、そう、はい、いやいや、でも本当に一球一球さ、勝負どころで、あ、ここ絶対低めっていうさ意識が強くなっちゃうじゃない。はい、なります。俺説教してるわけじゃない。いやいやいや、その気持ちは、はい、そう、はい、思ってます。さあ今年は何勝しましょう。今年はやっぱり15勝以上するっていうものは、掲げてるので、うん、他のチームのエースピッチャー見ても13勝でエースと名乗ってる選手は誰もいないので、やっぱり15勝16勝していかないと、またそしてタイトル争いにも食い込んで最後ね自分のものにしていかないと、きっとチームはいい位置にいないと思うので。これ優勝候補だから、ね、はい、はい、それ何でか分かる。エースだから、ね、怒ってるわけじゃないから、はい、でもタイトルの中で一番取りたいタイトルは何？やっぱ最多勝。あ、やっぱ最多勝か。ですね、防御率じゃないんだ。まあ、防御率はもちろん自分次第な部分があるんで、うん、まあ、例えば勝ち負けて、その野手が打つとか打たないかとか言われてますけど、うん、でもだからこそ、まあ、そこをやっぱ操作して、1点取ってくれたら0に抑える。まあ、5点取ってくれたら、ね、まあ、4点までも取られていいから、しっかり投げ抜く。うん、そういった気持ちでこう、ね、自分の勝ち負けを操作するっていうところを
やっていきたいですね。なるほどね。最多勝、はい、で金メダル、はい、やっぱ全日本のユニフォームも着なきゃいけないもんね。はい、そのつもりで。そうですね、はい、左のエースと言われるような、はい、ね、頑張ってください。はい、頑張ります、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。期待してます。頑張ります。